はい、井出永です。いよいよやり始めますね。今回整備全般やるのと、タイヤ交換とかもあるんですけど、ドラレコつけるんで、カウルは前後ろばらしてないとダメなんで、そのあたりが一番大変になるのかな、カウル類が。で、整備の方はちょっと見てからになってちゃうんですけど、プラグ変えたりとか、エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、これはもう先に変えてあります。で、今回はプラグ変えるのと、ラジエーター、水、クーラントだね、変えるのと、あと CVT のところにフィルターがついてるはずなんで、それも変えたりとか、一般的な整備がちょっと多くなるんですけど、ばらさないとちょっといろいろやれない感じなん で、あと最初に出してあるけど、あれだね、例のここ、いやもうプラーンってなっちゃって割れちゃってるんで、こいつをちょっとなんとかしないといけないんで、部品発注とかもして、やる感じですね。あと変えなきゃいけないところ、まだちょっといろいろ出たらその都度部品注文っていう感じ。はい、キャリアの部品もちょっとね、これ高い方のやつなんですけど、これは今別で用意してあるんで付け替えかな。で、あとはパニアの部分、多分お客さんが持ってるやつのケースが同じやつで使えるステーがあるんで、それを追加で付けるみたいな感じですね。ちょっといろいろと、あと他にも直してくれとかいろいろあったんで、これ今もうパネル取っちゃってあるんですけど、ブレスのバーか、あれをちょっとつけてスマホとかをつけれるようにしたいみたいな感じで、なんか本人が取ってくれました、これは。はい。で、あとはこれ、ちょっとクリップの位置とかがわからないと困るんで、はい、例によって、今外装部分なんだけど、取り付け取り外し、組み立てず取り付け取り外しだけでもブワーっと結構な数があるんで、これ見ながらやろうかなと。そんな感じで、ちょっとカウル付きなんで時間かかるのと、あと多分編集人が早送りで終わっちゃうんじゃないかな、これって。結構手元は見えないですいませんね。はい。そんな感じで始めます。
とりあえずこんな感じでざーっと。ビア周りこれまとめて外すのかな。ネジが全部裏についてるもんな。カウル側単品ずつで外すっていうと多分めんどくさいことにできんことはないけど、ちょっとマニュアル見てから。うん、まあとにかく硬いな本当これ。でもここまでやってこの部分がレールあるもんで、インジェクションインジェクター、ほいで、あとスロットルの部分もこの奥にでセルだよね多分ね。ここまで来てやっても前側とか外さないとプラグには届かないっちゅう。でここエンジンオイル入れるとこで、プラグはこの先だよね。まああれだな、見える見えん、まあ割らしてから見ればいいんだけど。なんでヘッドがこうだよね今この向きだけど。なんかカブとかあれと同じだよね、横向きの。まあだけど原付き大体そうか、普通だったら。あー、なんでこの辺りをバーってばらして、前側のところもやれば、こいつラジエーター、なんだこれ、あーこれあるか、こいつはいいんだ。名前の方に、まあやっぱりバラバラにしんとダメだな。ほいほい、こっからまだ続きが。はい、これでとりあえずはドラレコつけるのには困らないぐらいのところまで来れたんで、あと整備やるのにちょっとサイドのパネルはここは外さないとダメかな。でこれエアクリですね多分ね、これつながってて、ここかボックスあって、でヘッドはこの部分で
まあ、スロットルのワイヤーとかもこの位置で、あとこっち、あ、これエンジンオイル入れるところですね。でさ、初めにも説明してあるんですけど、ラジエーター外さないとプラグは変えれないと思うんで、この辺ちょっとまだバラします。ラジエーターの水もクーラントもまあ交換しちゃうんで、その辺はいいかな。あ、 ABS がここについてるんだよね目の前のところ、バーッときて、で後ろはちょっと今ドラレコの本体の位置まだ決めてないですけど、配線通すだけだったらとりあえずこのぐらいでもなんとかなっちゃいそうなんで、一旦ここで、あと整備の時にちょっと外さかなきゃいけないのはまあ外すような感じで、あと CVT が、これが多分フィルターになるのかな、ケースが下側外すだけで一応、あ、これだ、ここか、そうだね、なんかこの辺からそういうのになってるのかな、フィルターがついてるんで多分汚くなってりゃまあ交換しとかない。 CVT のトラブルなんか結構多いっていうのは聞いたんですけど、実際これ今回触るのが初めてなんでちょっとわかんないですね。まあまあまあ、これでなんとかなるかな。これでバラしたやつがででんってなってこんなにたくさんあるっていう、結局車1台分のスペースぐらいになっちゃうんだよな全部で。であとはタイヤ交換等等を含めてこの先ちょこちょことアップできると思うんで、次は整備の方でいけるかな。ちょっとまだ準備ができ次第って形にはなっちゃうんですけどね、はい、まあまあそんなわけで次回は整備編ということで、ちょっと場所どうしようかなこれいやもうちょっと片付けというかカウル置いとく場所決めんとな。何に、まあまあまあそんな感じで次回ちょっと待って、これカウルも注文しんどいかんか、部品の点検も先にちょっとやっとかないといけないんで、割れてる部分は直さなきゃいけないしな。 あと一個ちょっと説明してなかったですけど、ヘッドライトの付け根の部分がぶつけた都合でちょっとね思いっきりひん曲がっちゃってるんですよね。あ、そこはちょっとなんとかして修正してやろうかなと思います。はい、次回整備編ということで、ご興味のある方は、次はちゃんと取れるかな普通のやり方で、はい、ぜひお願いします。